スカイシティ、あるいは単に、ジー・リノイと呼ばれる建物は、1956年にフランク・ロイド・ライトの著書、テスタメントで計画された、1マイルの高さを誇る、ハイパービルディングである。イリノイ州シカゴに計画されたジー・リノイは528階建てで、総床面積は1846万平方フィートという規模のものであった。そして、 15000 1台の駐車場と150機のヘリコプターも要するトライとは考えていた。当時、世界一高かったビルであった、エンパイアステートビルディングと比して4倍の高さ、そして2020年7月現在世界一高いブルジュ、ハリファの2倍の高さを誇る建築物として計画された。そして、スプロール現象が多くの都市で進んでいく最中、 その歯止めとして半ば真剣に考えられていた建物の一つであった。だが、これらの建物の計画は、金銭的な問題から一つたりとも実現しなかった。ブルジュ、ハリファのデザインには、この地入りのいが影響を与えたとも言われている。当時世界一の高さを誇っていたエンパイアステートビルディングですら、地入りのいの4分の1程度の高さしかなかったが、ライトはこの建物も、 技術的に建てられるものと信じていた。彼はこの建物も自立式の鉄鋼構造でその重さを支えることができると思っていたが、そこにはスータの問題が横たわっていた。当時、塔を建てるのに使われていた鉄鋼は非常にしなりやすい素材であった。これによって上部の木材端では風によって建物が揺れ不快感を与えることとなる。 ライトはこの問題について独自の観点から言及しており、今でいう CN タワーのような三脚型の建物にし、その表面の鉄鋼を平らにし、いかなる振動にも耐えるようにすることでの解決を考えていた。この着想は台北101に設置された TMD による解決に寄与したが、その技術が発見されたのはこの計画の数十年後のことであった。また、 2000年前後においてはしなりにくい素材であるコンクリートによる建築物が多く建てられ建設可能性が高くなった。彼は著書テスタメントで320階と最上階である528階のフロアの計画を記している。320階は広い階段のみとし、周りのオフィスから分かれていない構造とする予定であった。最上階は階段では行けず、 エレベーターのみで行ける場所とする予定であった。彼は建物は防火性であるものの火災の予防に関しては検討の余地があると考えていたためにこのような構造を考えていた。ライトは76のエレベーターを設置し、このもののエレベーターは縦に5階分の高さを有し、同時に5階に止まることができるように考えていたようである。そして5つのエレベーターごとに分け、 おののに約100回ずつを振り分ける予定であった。しかしながら彼の計画では528回には一つのエレベーターしかつかない計画であった。その一つのエレベーターは原子力で1マイル毎分の速度を出してラチェットで運行する予定であった。そしてエレベーターは外側の傾斜した壁に従って設置され手すりのように出っ張ったピラミッド型をビルが停する。 形になる予定であった。彼はエスカレーターを使えばこのエレベーターの有事にも1時間以内には対処できるとしていた。ファングアイランドはジーリノイという曲を2010年のアルバムで発表した。ありがとうございます。